はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回から VR 専用ソフトの、パワーポイントっていうね、ゲームをやっていきたいと思います。で、今、自分が手に持ってるのがこれ、あのね、専用の、銃のコントローラーなんですけど、まあ、多分ね、普通の実際の画面で見ると多分超チャチーと思います。で、超チャチーと思うんだけれども、今画面に出てる銃あるじゃないですか、これ手に持ったやつ、これとね、あの完全に同期してるんで、今自分の画面ではね、超かっこいいっすねこれで、ここがまあ、あの初期の画面なんですけれども、もうこれ宇宙船の中になるのかな、でもすごいよね、ここからもう動けるんですよ。で、まあね、やっぱり動くとちょっとね、やっぱり VR、やると、動く画面になるとね、酔ったりするんですけれども、まあ、これはね、走るっていう動作が、ないみたいなんで、そんなに VR 酔いは、しないかな。まあ、慣れればね、多分大丈夫だとは、思うので、このくらいの速度だったら。じゃあ、早速やっていきましょう。これはキャンペーンかな。ほい。ロード中。すごいね、これ。超ワクワクするんだけど。プロジェクトネレウス。ライブ配信に接続中。地球の皆さん、こんにちは。ここ宇宙ステーションピルグリムに駐在している230名の一人、研究員のエヴァ・タイソンです。この配信の視聴者ならお気づきですよね。今日の私はいつもの T シャツ姿じゃありません。宇宙服を着てます。なぜかというと、今日地球へ帰るんです。お、帰還するのか。地球の宇宙船に同乗するのが私の同僚グラント・ムーン博士。どうも。なんと言ったらいいのか、ここに来てもう3ヶ月になるのに、ピルグリムにいる研究者の数が多すぎて、タイソン博士と実際にお会いするのは今日が初めてなんですよ。だから、初めまして、博士。あ、そうね、初めましてご存知かもしれませんが、僕は物理とか科学とかそういうのを応用して星雲の誕生と消滅を分析する部門のスペシャリストなんです。原子レベルを含む観測物体すべて研究します。熱力学的温度メモリに載っているものほぼ全てですね。天文学や宇宙論の要素も含まれますが、実際はそれよりもはるかに複雑で。誰は星の専門家なの？その一言で経歴の説明がだいぶ省けるでしょ。念のために言っておくと、ピルグリムでは非常に特殊な放射エネルギーを研究してます。230人全員で。もちろん宇宙には放射エネルギーがありますが、このエネルギーが他と違うのは発生源が全く不明なことです。宇宙に大量の高エネルギーがただ流れている。なんとも不思議な現象だと思いませんか？無限のエネルギーが永遠に。さて、そろそろ窓の向こうに私たちを迎えに来たシャトルが見えてくるはずですが、ワンダラー号、意味はさすらうもの。さすらうものの帰還。パイロット視点のカメラに接続してみると、私たちがいるピルグリムステーションの姿と後ろに広がる放射エネルギーが見えます。運が良ければステーションの横に北斗七星がギリギリ見られるかもしれませんよ。あ、これが宇宙船か。なるほど。おお。お、すげえ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 、宇宙船の中になった。おお、これ何も触れないよね。こちらピルグリム。何もないね。エアロックで待機してる。さあ、自動ドッキングを開始してくれ。いやー、宇宙船の中だ完全に。こちらワンダラー号、了解した。自動ドッキングを開始する。お、今のがありがとう。自分かな。なかなかかっこいい声してるね。いや、これが宇宙か。あれ、何の星だろうね。赤い星。こちらのドッキング装置とうまく同期が取れない。そっちはオートガイドで行けそうだが、こっちはちょっと時間がいる。了解だ、待機しておく。了解だ、待機しておく。よし、その調子だ。おお。いや、待って、まだ同期できてない。手動で再起動してみるから待機して。これがあの宇宙ステーション的なやつ。司令部、そっちはどう？こちら司令部、ダメだ、こっちでも同期失敗と出てる。
あれちょっとまずくない？なんか雰囲気的に。エンジニアに船の外から見てもらうしかないか。待ってよ、必要ないでしょ。ワンダラ、宇宙遊泳で行くわ。エアロックを手動で開けて、そっちまでブースターで飛ぶ。でも博士、規則通りにやらないと。規則通りよ。いい？ビルグリムにケーブルをつないでワンダラーまで移動したらケーブルをまたつなぎ直す。簡単だわ。エンジニアを待ってたら1週間は足止めされる。ワンダラーもそれまで動けないし。1週間かかんの？それが今どう関係するんだ？私には帰りを待ってる家族がいるの。だからお願い、早く帰りたいってことね。結構揺れてるね。あ、方向転換してるからか。司令部にも異論はない、任せる。おお、すげえ、こっちすごい。OK、ワンダラ待機していてくれ。いや多分ね、あの普通の画面で見てると何がすごいのかっていうのはね、全然やっぱりね伝わんないと思うんですよ。ああ、いつでもどうぞ。いや、やっぱり VR はねすごいわ、本当に。了解、船外ハッチを開けるわ。ああ、あれか、開いたね、あの正面のところ。順調。おお、出てきた出てきた。本当にムーンって名前なの？ああ、学校じゃからかわれたが、今じゃここにいる。ああ、本当すごいな。55メートル。あれ、前方やばくない？ま、何かおかしいぞ。あれはなんだ？ビルグリム聞いて、あれが見える。あ、やばい、通信が、通信が途絶えた。うわ、これはやばいぞ。早くしないと。わざらエアロックを開けてくれ。早く行くわよ。うわ、やばい、二人がやばい。てかこの船もやばいぞ多分。ケーブルを切れ、早くしろ。いや、そんなこと言われてもわからんよ。切れ、何もすることないよね。あー、右の輪っかが爆発している。ブースター展開。ワンダラ待ってくれ。待ってくれって何、見捨てんの俺。ダメ、うわ、ダメか。おお、おお、すげえ、これすごい、マジで。いや、これすごいぞ本当に。おお、何も見えない。あー、これはどっかの星か。あ、やばいやばい、テンポやばいぞこれ。あはははは、あった、衝撃に備えてください。衝撃に備えてください。おー、コートが落ちている。衝撃に備えてください。200、え、これやばくね。あ、1000か、1000。衝撃に備えてください。めっちゃ落ちてんだけど。これは一応何、不時着した的な感じでいいのかな。あんな高度から落ちたら完全にダメでしょう。キャス、現在地を特定してくれ。これは現在地不明、脱出ポットみたいな。大気の組成を分析します。窒素 23%、 酸素 2%。 え、酸素 2% しかないの。 12%、 警告、不明な元素 63%。 ほとんどが不明な元素じゃん。え、出んのかよ外に。あ、まあ出るしかないからね。あー、やっぱこれ脱出ポット的なあれだな。よし、前に進む。ラベン長の指示に従って前に進みます。撃ってる。お、すげえすげえすげえ。え、銃の弾とかは無限にあるのかな。ああ、あれのパラシュートね。あ、そうそう、これがちょっと出ちゃうとね、あの範囲外っていうあれなんだよね。やたら出るな。セッティングがあんまり良くないか。
この辺は次までにうまくやっておくとして、今回はまあちょっとピルグリム、こちらワンダラ、聞こえるか？繰り返す、こちらワンダラ号だ。ピルグリム、応答しろ。いやー、でもまあ一応出れるんだね、外には。18、16、15。これは何？青いやつ。まあ、記録装置発見。データを転送中。何装置って言った？警告、映像データが破損、音声データを再生します。高度は900m。今今こっちだ。900m。見えたぞ、パラシュート。600m。嘘だ、嘘だ、僕に捕まれ。さっきの2人か、これ。かなりヤバい状態だね。いや、前がちょっと見えなくなってきてる。記録装置から破損したホログラムのデータを検出しました。修復を開始します。とりあえず前に進んでいけばいいのかな。あ、ちょっとあそこに、あっちの方に青いのが見えるね。あそこまで行くか。逆にこれちょっと走るあれがないときついな。これ右とか向けない、自分で首を動かさないといけないのかな。画面は常にこんな感じで、まあ進んでいきましょう。え、あれは何？え、なんか超怪しいんだけど。おおおお、びっくりした。ちくえ、ここダメだったってこと？とりあえずじゃあちょっとあっち行けなそうだから、どんどん先へ進んでいきますか。いやー、ちょっと暗いね。で、酸素は大丈夫なの？ここはさ、酸素 2% しかないって言ってるからさ。アサルトライフル、アサルトライフル、ピルグリムの乗組員に支給される標準装備で扱いやすいライフル武器です。連射機能が高く弾薬も無限ですが、一度オーバーヒートすると短時間使えなくなるので気をつけましょう。あ、なんかエネルギー的なもので動いてるのか。温度計が、あ、なるほど、これでオーバーヒートしちゃうってことね。 OK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  ってことはなんか出てくる可能性があるね。ムーン博士、タイソン博士、こちらワンダラ、聞こえるか？破壊できる。タップしないのかな、じゃあ、あんまり。エネルギーを使わないように。これはなんだ、上はでも空は、普通の地球と同じような色してるの。これも何もないか。いや、なんかいきなり出て、来ないよね。一応ホラーゲームではないからね、多少は安心してやっていけるんだけど。あ、すごい。いや、すごいわ。あそこの火山っていうのかな、青くなってるけど山が、まあ、地球ではないからね、地球の常識は通用しないと思うんで。こうやって破壊して、この燃えるね、燃えてるわけじゃないか。あと、いまいちこういうなんか、アイテム的なものとかどうなの？自分のヒットポイントとかって、あ、これもしや、今青いけど、これが赤くなったりするとやばいってことかな。まあ今はでもね、ちょっと前に進んでいくしかないんで、前に行きましょう。横に
まあ、銃がね、あるっていうことは、でも、この銃に、温度計ちょっと気にしていかないと、オーバーヒートしたら、あ、音が鳴るか、そうですね、なるほど。ガード、こういうのでガードになるのかな。いや、これは、このコントローラー銃あった方がいいね。全然雰囲気が違うよ。通知。ホログラムデータを修復して再生するには、データの破片を全てスキャンしてください。え？表示されているボタンでエリアをスキャンします。あ、こういうことね。おお、ほう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 。ほう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 。ダメか。ああ、一応息を吹き返した。大丈夫か。死んでた。その通り。え、余計なことして簡単に言うね。ほら、ありがとう。今こいつらはどこにいるんだろう。生きてた。ムー博士、タイソン博士、これが聞こえたら待機しててくれ。必ず見つける。え、自分はどういう立ち位置なの？ちょっと戦闘員っぽい感じなのかね。アサルトライフルが支給されてるからね。いや、ちょっと広いところに出てきたよ。いやー、今のところでもまだ敵には遭遇してないから、ただ先へと進んでいるだけなんだけど、広い、何にもないね。ただこの星は、生き物の形跡とか草花とかの形跡もないね。なんかほんと荒廃している砂と埃と何。あ、今なんかいた、いた、なんかいた。誰だ、誰かいるのか。いや、誰っていうかさ、完全に動物みたいなあれだったよね。人ではない形だったな。いや、ちょっと緊迫してきたよ。いや、これ横とかが怖いんだよね。ほんと自分でさ、後ろとか向かないとさ、後ろ確認できないからさ、しかもこのあれが出るし。いや、ちょっとこれは緊張感出てきた。いきなり後ろからはっていうのはなしだよ。本当に、本当それ怖いから。ん、あれはカラス。ちょっと待って、これは我々は日本人である、地球人である。あ、来た、有効的ではない、絶対有効的じゃない。あー、怖え。雲みたいな感じだね。あー、いる。対話をやっぱりさ、ここで見ようよ。地下から出てくんのか。あー、いっぱい出てきた。ん、あれは、うわ、ダメだ、これはもう戦うしかない。会話はちょっと試みた結果ダメでしたね。うん、これ後ろからが一番怖いんだよね。左の方にいたよね。おお、早い、ちょっと待って。おお、すげえ。うわっ、こっちか。待って、スコープみたいなのさ、あんま意味ないんだけど。キャス、記録してるよな。データの破片を全てスキャンしてください。はい、行きましょう。こいつら銃持ってなくね。よいしょ。ほい、あ、いるじゃん。ちょっと待って、この時も戦闘しないといけないの。ここの重力にはばらつきがあるんだ。なるほど。重力の変化がはっきり体感できる。いや、全然重力の変化はさすがにわかんないけどさ。暗いか。岩には気をつけてね。宇
中腹が破れたら大変なことになるんだから。酸素マジ大丈夫なの？そんなことより酸素ボンベみたいなの背負ってないじゃん。だって自動的に酸素に変換してくれるのかな、大気を。ほら進もうよ。どんだけ先進んでんのこいつら。時期的には同じ時期にさ不時着したはずだよね。しかも銃持ってないし、もう雲と鉢合わせしたらどうすんだろう。これはどっち？うわこっちすげえ怖っ、怖い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 、これマジ怖いわ。いや待って待って待って、えっえっ、ああ待って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 。いやこれね、すげえ近くにね来られるとめっちゃ怖い。うわっ、どこどこどこ、なかなか難しいっぽい。このって、ね、飛びついてくんのが怖いの、ほんとに。うわっ、どこどこどこ、うわっ、ちょっと待って、ああえ、なんかやばくない、ほんとに今、俺の状態が。いや、ちょ、カメラ、本当に、次やるときは、完全に、セッティングをしてから、来よう。あ、すでに足を動かそう、足を動かさないと。まずいわ、これ。止まってると、やっぱやられる。後ろとか、一歩。後ろはもう自分で、警戒していかないと。もう、クリアリングとか、自分でこなしていかないとダメだこれ。これなんか向きを変えたいんだよね、視点を。破片をすべてスキャンしてください。はいはい、はい、こっちを行きたいんだよ、こっちを。繰り返す、ピルグリム、ピルグリム聞こえる？こちらタイソンとムーン博士、応答して。電力が弱ってるんだ、嵐の影響もある。かすかにあの方角から反応があるぞ。どの方角？あっちだ。あっち？生存者かもしれない。距離は？いや俺のことをさ、待った方がいいでしょ絶対こいつら。ダメよ聞いて。ピルグリムがどこだろうとたどり着くだけの非常食は残ってる。動かなきゃ死を待つだけ。生きるためには前進しなきゃ。なるほど、わかった、行こう。何よりもこいつら武器持ってないのにさ進んでいくのがすごいよね。よし先行きましょう。じゃあこっちでいいのかな。まああれ行けるか。うわー多いとこに来たよ。何これ、まあ、色的にはね綺麗だけどね。え怖えんだけど、そんなことより。かわいいね、これ。くす。いや、綺麗は綺麗だよ。すげえ、すげえ、すげえ。すごいぞ。え、ちょっと待って。逆に怖くなったんだけど。不気味だ。なにこれ。え？襲ってこないよね、この。え？え？え？え、ちょ、え、なになになに、待って待って待って、なにこれ。え？え？え？キャス、しっかり取ってくれよ。え？記録中。え、なになになに、この人玉みたいなの。え、いや特にって感じだな。なんなんだ、とりあえずシカトしていこう。怖いけど。いやすげえ、でも超綺麗これ。まあこっちの方かね。あ、特に謎の人玉があっただけで終わったね。一応今のところ雲みたいなのが生息しているっていうのは分かったけど、こいつら何食ってんだろうね。なんもないよね。だって、あっ、でかっでかっ、あ、待って待って、でかい、あっ、ちょっと待って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 
待って、うわすげえ、いやいっぱい、え、あれにいっぱいいるのちょっと無理だよ。ちょ待って、足をつけた、足をつけた、待って、当たってるのか当たってないのかよくわかんないけど、当たってはあるん、何スコップいってるけど、倒した。これ離れるとマジで命中がつけられない。これスコープかやっぱり。よし倒した。いやちょめっちゃもう、うわ気持ち悪、うわっ、いややだよ、あんなの相手にしたくないよ。いっぱい、まあ進んでいくしかない。これさ、ヒットポイントとかってどうやって回復するの。これ赤くなってるけどさ、え、もともと赤かったっけ。いや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 、遠くはねずるいよ。まあ俺もさ銃だからさ、遠くから攻撃してる。当たってんのこれ。ちょっと待って、先にもう接近しよう。あらよし、とりあえずあれは速度的なものと誘導的なものはないから、足を止めなければ。え、当たる、あ、こっちにもいる。痛い、や、今顔に飛びつかれた。待って、もうこれ動きから動かない。ロケットだ、何ロケットだ、どうやって撮るの、ちょっと待って。ロケットランチャー、はい、標準装備のアサルトライフルにはロケットランチャーが内蔵されています。レーザーサイトを使って攻撃主体的に照準を合わせましょう。アサルトライフルの弾倉に入れておけるロケット弾は最大で5発です。5発しか入れられないの。表示されたボタンを押してサブウェポンで射撃します。ん、どういうこと、これできたね。どこやっちゃったよまあいいや、ちょっともったいないからあいつは仕方しよう。よし、ああれ、ちょっともったいないな。あれ、あそこだか、あいつ攻撃か。ちょっと待って、いっぱいいるよこれ。あいつはいいかかった、逃げろ。あ、画面だな、画面が、うわやられた、死んだ前方に俺がぶっ倒れてるいや難しいよ、え、こっからというところで、いやなかなか難しいけど面白いよ、すごい面白い、やっぱり VR 面白いよこれ。いやもうちょっとね命中率とか上げて、いきたいのと、ちょっとねやっぱり画面の設定がこうやっぱり、ね、出ちゃうんで、まあ、そこをね次回までに、うまく調整してやっていきたいと思いますので、今回はこれで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。